こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、2人目妊婦さんの話なんですけど、第一子の断乳を半年ぐらい前にしたんですね。で、その後すぐ妊娠して今、2人目が妊娠5ヶ月に入ったところなんですけども、でその第一子の時の断乳の時は、まあ断乳だったんだけど、特におっぱい詰まったりとか張ったりっていうこともなくスムーズに終わって、特にその断乳のケアっていうのをね、何もせずに終わったんですね。で今妊娠中で16週、5ヶ月入ったところで、そしたらね、なんかね、お風呂入った時にこの乳首にね、乳頭にすごいカスがいっぱいついてると。で、とってもつくんですって。なんか根が深いのか、なんかもうとっても取りきれへんくてすぐつくんですって。で、それがすごい気になってね。で、その妊婦さん曰く、その第一子の時の断乳の時に何もケアをしひんかったから、もしかしたらその時のその残ってる残乳、残ってる母乳が結局それが固まってしまって、コルクの線みたいにね、固まってしまって、それが乳かすになってついてんちゃうか、みたいなことで、いや、どうしよう。これで、第一子の時ね、その授乳中はね、もうしょっちゅう乳腺炎になったりとかね、白斑って言って乳頭にね、傷がついて、あとおっぱいが詰まってしまったりっていうトラブルを繰り返したんですって。なので、これ断乳の時にちゃんとケアをせずにそのまま妊娠しちゃったから、このまま放置してたら、これ第二子の時もまた同じようなおっぱいトラブルどんどん起きたりとか、あと第二子ちゃんが生まれてきて母乳を飲み始めた時に、その今詰まってるその線が邪魔してうまく飲めないようなようなことが起きるんじゃないかっていうことをすごい心配されてるんですね、ママさんがね。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。はい、さあ、これどう考えるかなんですけども、おそらく、いや、断乳の時の様子がね、ちょっとわからないから一概に言えないんですけども、ものすごい吸わしてる最盛期の状態で断乳いきなりパシーンってやって、おっぱいもうなんかもう爆発するんちゃうかっていうぐらいバンバンになってっていうような状態での断乳やったんやったら、まあ一回ぐらいケアしとった方が良かったかなというのもあるんですけども、まあそこまで断乳の時にならんくて、そんなに苦痛なくすっと終われたよっていうことやったら、それはもうザ断乳ではなくて卒乳方向に向いた断乳だったと思うんですよ。もう母乳は最盛期を超えて、もうトップを超えていい感じにフェードアウトしていってるところにスーッと、まあ断乳を持ってきたから、こう引っ張られるような感じ。これ別に母体に何の負担もかからないんですよね。絶対ケアいるかったら別にまあいいかなっていう感じなんですよね。そんな感じやったんじゃないんかなと、今のママの話を聞いてて思ったんですけども、まあ、妊娠5ヶ月で乳頭に乳首の先にいっぱい土かすがつくと、洗っても洗ってもつく、これまあ普通ですわ。早い人はもう妊娠初期の間から ね分泌がどんどん促進されて、乳腺がまた発達してきて、母乳ではないんだけど、母乳用分泌物と言いますけども、母乳もどきみたいな感じのね、分泌物がどんどんこう出てきてね、多い人なんかやったらもう早くも妊娠3ヶ月の時点で下着が汚れる人とかもいるんですよ。シュキューってやっても何にも出ません、これ母乳出るんですかっていう人もいてね、一概に言えないんですけど、分泌量が多い人も妊娠中何もも出ない人も、一概にそれで母乳育児がうまくいくとかいかへんとかっていうところにはつながらないので、やっぱり出る人が心配する必要もないし、全く出ない人も心配する必要がないです。だから彼女の場合は単に妊娠性のホルモンに対する乳腺の感受性が強いタイプなんでしょうね。ですからもう5ヶ月だし、いよいよ乳腺が次の赤ちゃん対応でどんどんまた奥から発達してきて、それに伴って分泌物が出ているよという、その前の妊娠、前の出産、前の授乳の残りカスが今こう出てきているのではなくて、次の子対応のおっぱいの変化が現れてるんだっていう風な前向きに捉えてもらったらいいんじゃないかなという風に思います。だから根強いっていうことじゃなくてね、乳腺は臨月に向かってだからどんどん発達していくわけで、分泌をもうやめるっていうことなくて、その母乳分泌授乳に向けてどんどん前向きにこう休むことなく準備が始まってるわけやから、ということはお風呂のたびにこう乳かすを取ってもまたつくわけですよ。でまたついてるわと思って頑張って取んねんけど、また次の日になったらまたついてるんですよ。それで一回取って綺麗になって終わりなんじゃなくて、どんどん作り続けてるわけやから、それもういたちごっこなわけですよ。っていう風に考えてもらったらいいんちゃうかと思います。で、上の子を
が今おいくつなんかもちょっと分からへんし、その半年前に辞めたのが子供が何歳まで飲んでたんかなっていうのもあるんですけど、少なくとも、うん、あの子供1歳前後ぐらいまでもし授乳を続けてはったとすると、おそらくもうね、その妊婦さんのおっぱいっていうのはめちゃめちゃ柔らかいと思います。パクって加えたらブヒューって乳首と乳輪がブニューンって潰れる、あのアンパンマンでいうとカレーパンマンみたいな状態ですよ。こんなピンって上がったね、綺麗なおっぱいでね、乳首もツッて上向いててね、どっちかっていうとね、こうね、ちょっとスマートなね、食パンマンやったはずなんですよ、過去はね。こんな感じのこのね、悲しいねんけど、でもまあ赤ちゃんからしてみたら、加えてキュッて潰そうとした時に、もう本当に柔らかくて、シューンってもうなんか、上と下がくっついちゃうぐらい柔らかい状態の乳輪乳頭におそらくなっていると思うんですね。もしですよ、その断乳の時にパンパンになったりとかっていう経緯があって、多少の残乳がね、残っていたとしても、残乳も全部吸い取れるぐらい柔らかい乳輪乳頭に上の子がしてくれてるから、ってことは次の赤ちゃんは準備完璧にできてる、もうパーフェクトに準備ができている、あのもう道があって、そこね、第一子はもうそのカッチカチに硬いおっぱいをですね、もうナタを渡されてですね、ここにな道あんねん、 あるはずやねん、ここ雑草生えてるけど、それナタでこれ買っていって、ほな道出てくるから、それで通ってって言われてるのが第一子のね、あのこのおっぱいなんだけど、これ第二子になるとですね、もう道がここにあるねんどころか、もう雑草きれいにも最初から刈られててね、道もきれいにもこうあるわけですよ。でここの道を通ってもらったら、いやいや、なんならもうここにレッドカーペットまでシュッ引きますので、これではい通ってくださいどうぞみたいな、楽々いけるわけですよ。これが第二子なのよ。ラッキーやな、後で生まれた子は。そう、そんな状態になってるから、もしも第1子の時のそのね、あの残乳が残っていたとしても、それは第2子ちゃんはそこも全部きれいにシューっても最初から吸い取れるぐらいのいい状態のおっぱいにもう準備完了になってるので、上の子のおかげで、はい、そこはね心配しなくていいと思います。うん、でそういう状態になっているからこそ、あのバブバブ来てるね、多くのママたちのおっぱい見ててもね、第1子の時乳腺炎繰り返したり、詰まりを繰り返したり、もうトラブル続きで、これ大丈夫かいなみたいな大変なおっぱいやった人たちが第2子第3子になったら、まずバブバブに来おへんもん、来おへんな、元気かなって思ったら、断乳の時に来て、ひょっこり来て、で順調やったんずっとって聞いたら、いや一人目の時あんだけ詰まって大変やったのに、第二子一回もトラブルなかったんですよ、久子さん、私結構好きなもん食べてたんですけどねとか言って、ね、言ってくれるんですよ。だから助産院に行かなくてもいいぐらい、このバブバブの存在を忘れるぐらい授乳期間が順調やったってことなんよね。私からしたら第一子の時大変だから大丈夫なんかなって、なんかもう心配でしゃあないねんけど、その終わる時にそういう話を聞いたら、もう私のこと忘れれるぐらい順調やったんや、よかったって本当思うんですけどね。あの結構第一子の授乳が長かった人たちに関しては、第二子第三子のおっぱいは第一子の時のおっぱいとは全然違いますからね。うん、意外とトラブル起きないこと多いです。まあ、これも一概には言えないんですよ。赤ちゃんのその上手い下手もあんねんね、赤ちゃんってね、嘘やろっていうぐらい、え、漫画っていうぐらいね、飲むのへったくそな赤ちゃんいるんですよ。かと思ったら、うまいな、この子っていう子もいたりとかして、その、ママのおっぱいの状態プラス、赤ちゃんのその、テクニックみたいな。下手くそやからだからあかんってことじゃなくってね、いろんな子がいるわけですよ。だからその場合はやっぱり赤ちゃんが下手やと、ママのおっぱいの状態は良くても第二子なのに一人目よりもトラブっとるやんけみたいなことも起こりうるんだけどもね。でも、まあ、通常赤ちゃんがまあまあまあ平均ぐらい上手に飲める赤ちゃんであれば、おっぱい、ママのおっぱいは第一子のおかげで綺麗にいい感じに柔らかい状態キープしてるから、乳かすがついてようとなんだろうと、もうシューンって潰れるこうカレーパンマンのおっぱいっていうのは本当に飲みやすい。なのでそんなにビビらなくても大丈夫だと思います。で今ついてる乳かすなんですけど、これは取ってもらった方もちろんね、分泌するものをきれいに取らへんかったら、どん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 それが蓄積されてね、魚の鱗みたいにね、おっぱいにへばりついちゃったりとかするからね。そうするといくら柔らかい乳輪乳頭であっても、次の赤ちゃん生まれてきた時に吸った時にやっぱなかなかそれが取れにくいっていうことはあると思うから、余分な部分っていうのはやっぱ取り除いておいてあげた方がいいと思うんですよ。その時に必死になってもうね、ついやっちゃうね
けどね、こう爪でね、こうね、クク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 、こうやってやったりね、こうつまんで奥の方からギャーってやったりとかするとね、あのね、それをやった後ね、しばらくじんじん痛くなりますわ。私も時々やってもらうんだけど、やりすぎたとか思うねんけどね。はい、そこまでしなくていいので、もう本当に石鹸も使わなくていいです。で、妊娠中のね、乳輪乳頭ってね、それだけ新陳代謝が活発になってて、乳腺が発達してるから、めっちゃね、乾燥しやすい状態にあります。皮膚も傷つきやすいです。本当にあくまでお湯で優しく取り除くぐらいの感じで、こう爪立てたりとかしないようにしてくださいね。あのお湯ぐらいで、だから見たら全然取れてないよこれ、もうな、取りたいってなんねんけど、それも見て見ぬふりでいいですよ。その程度でいいので、取れる部分だけの、あの土かすを取っておいてもらうっていうことをやってもらうといいかなと思います。で、今暑い時期やからね、夏やからね、なかなかね、上の子おったりとか、湯船にゆっくり浸かってとかできひんねんけどね、妊婦さんもね。理想は湯船にね、ぬるめのお湯に少し浸かってもらって、そうすると土かすも緩んでね、こう汚れが浮き上がった状態になるんですよ。その状態でシャワーでこう優しく取り除いてもらうと結構取れるんですけどね。まあ計算法無理やけどねカラスの行水ですけどね。まあこれちょっと理想論ですけどね。まあそういうような方法で取ってもらったらいいと思います。で、あの妊娠中どうしてもその乾燥するからね、乳腺が発達するから、その状態の時やっぱ痒くなったりっていうこともあって、もう妊婦さんこう一回かき出したら、もう止まらへん、もう止まらへん、もうなんか全部痒くなってきて、あ、もう痒いわみたいになったりするんですけど、体中やっぱ乾燥しやすい状態に妊婦さんはなってますのでね、あの保湿もね必ずするようにしてあげてください。特におっぱいはあの柔らかくして循環を良くしておくってことで、次の赤ちゃんのための準備にもなりますのでね、お腹の妊娠線のその予防と同時に、おっぱいもお風呂上がり必ず 毎日ね、あの保湿剤をこうつけてあげて、マッサージ全体にしてあげるっていうことも、乳かす取った後はセットでやってもらうといいかなと思います。で、まあ、あの妊娠専用の保湿剤とか、そのおっぱいマッサージ用の保湿剤とか、赤ちゃん用のややっぽいので、もうね、で、あの妊娠専用予防のクリーム高いねん、あれ専用やが、ええもん入ってんかなんか知らんけど高いねん、あれ。でもなんかいろいろ使い分けるのめんどくさいんで、もうあの1本でできるやつあった方がいいかなと思います。うん、で、あのバブバブでもこれね、あのマシュマロっていうのを、あの私もこだわって作ったんですけどね、もうこれ1本でも全部使えるからみたいなやつ、もうお腹の妊娠性予防も使えるし、おっぱいにも使えるし、私はもうこれ顔、私の顔これしかつけてないんですよ、もう何年も。基本ズボラなんでね、こう見えて、はい、もうこれしか使ってないんですよ。あと髪の毛にもこれつけてる私、うん、パサパサなるで、妊娠したりとか出産したら、もう授乳したらもう抜けるしさ、髪の毛パサパサなるんで、もうお風呂上がり必ずこのマシュマロをウェーってつけて、それでドライヤーしてもらったらトゥルントゥルになりますので、ね、いろんな用途で使える、これおすすめですよ、妊娠中ね。あとはもう妊娠中、あと授乳中のセックスの時とか、もうカスカスやからねセックスの話今関係ないねんけどね、カスカスでね、めっちゃね挿入されて痛かったりするんですけど、これもマシュマロめっちゃ役に立つんで、もう妊娠出産産後子育て中、マシュマロ1本あったら完璧みたいなやつ、よかったらこんなんもありますので利用してもらって、なぜおっぱいの話に戻しますけども、あの乾燥しますのでね、乳かすを取った後は必ずお風呂上がりは保湿をしてあげるっていうことをやってください。はい、12人目妊娠中、助産師さこの子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。私今妊娠24週なんですよ。おっぱいめっちゃ大きくなってきて、かゆいんですよ。ほんでもう家でよう手突っ込んでバリ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 って書いてたらね、娘に言われたら、もうママ恥ずかしいか、ほんまやめて、おっさんみたいって言われた。おっさんやかゆいねんで、もう